ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガーは、ドイツの作家、詩人、批評家、翻訳家。ブレヒト以後の重要な社会派詩人と目されており、現代社会への文明批判も多く表している。アンドレアス・タールメイヤーの筆名も用いる。弟は、作家のクリスティアン・エンツェンスベルガーである。1929年、シュバーベン地方のカウフ・ボイレンに生まれる。エアランゲン、フライブルク、ハンブルク、 ソルボンヌの大学で文学と哲学を学び、1955年にクレメンス・ブレンターノの詩をテーマにした論文で博士号を取得。1955年まではシュトットガルトのラジオ局に勤めた。作家としては47年グループに参加して作品を発表、また編集者としてクロスボッチ、ダイアンデレ・ビブリオテックなどに関わり、月刊誌、 トランゼトランティックの創立者となった。彼自身の作品は40以上の言語に翻訳されている。彼の死は皮肉や風刺を用いて市民の不安を表現するような社会批判的なものが多い。例えば、中産階級のブルースでは様々なタイプの中産階級の生活が不平を言うわけにはいかない。僕らは何を求めているのか。といったフレーズを繰り返しながら描かれている。 詩、エッセイの他にも、小説、映画、演劇、ルポルタージュなど様々なジャンルで活躍しており、いくつかの子供向けの本も表している。2009年6月、スペイン政府より、スペイン芸術文学勲章を受訓し、エキシリンティー氏もセニョールとして偶されている。ありがとうございます。